フェイズの覚え方はね、フェイズで何々を驚かせるとか、ひるませるとか。これはね、前に作ったのが、2021年の3月だからもう半年以上経ってるからね。で、おまけに前回作ったやつはね、フェイズド、フェイズ、こっちドつけてんのやだなーつって。で、半年経ってるしね、ちょっとリニューアルしようかなつってね。でもなんか知んないけど、否定文でしか使わないみたいね。大体否定文だっても。これ本当かとか思ったんだけど、ほとんどなんか否定文だったからね。こういう風に使ってます。You don't let it phase you. You show that you're okay. And it doesn't even phase and they'll just run away. I sat in the passenger seat and didn't even think. Didn't even phase me. And it will never phase me. But at a party, even just a mention of...President of the Soviet Academy, this didn't faze him at all. He was a very important guy. And things that don't faze a long married couple. And- Number three, trends don't faze you. So for us, like, you know, we've seen these cycles and these cycles don't faze us. We know what to do in every single one of these cycles. And これはパスタン頻度 C で15,000個レベル。しかもこれがまたね、語源調べてもね、わかんないやつですよ。覚え方はこう。COVID's new phase doesn't phase British. イギリス人はコロナの新しい局面にひるむことはない。なんか、ワクチン打ってもブレイクスルー感染するなんつってんのに、なんかイギリスの人たちはこうやってマスクしないらしいですよ。すごくない？本当かどうか知んないけど。やっぱり世界的になくなるまでマスクしとこうとか思わない？けどなんかしないんだって。ねえ。ていうかよくもまああんなバッタン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 死にまくったイギリス人がさ、マスクしないでいられるよねって感じするよね。COVID's new phase doesn't phase British. COVID's 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 new phase doesn't phase British. そしてなぜか日本は何もしてないのに今日感染者数19人とかでしょ、なんで、なんでなんつってね。でもなんかシンガポールじゃ何ワクチン接種率 85% なのにブレイクする感染しまくってるっつってたでしょ。なんなのこれ。そして私がつくづく思うのは、じゃあなんで俺ワクチン打ったのっていうね、こんなね1日20人以下とかだったらね、打たない方が安全だったんじゃないって感じするよね。だって流行ってないんだもん。流行ってないのになんか余計なワクチン打ってなんかね、おかしなことになってんじゃないのっていう。で、まあ、あれだよね。俺の動画を見てる人っていうのは結局なんか、英語をガチで勉強してる中でのうちの、まあ、さらにガチで勉強してる人たちでしょうからね。なんつうの？良識ある人たちが多いから、多分みんなワクチン打つんでしょうけど。私はね、そんな良識はないですから。どちらかというとダメ人間ですからね。もう、そういう何？ワクチン関係の陰謀論とかも大好きですから。大好きですから、ね。下手すりゃ下手すりゃワクチンの中に 5G の電波を受け取ってどうのこうのっていうマイクロマシンが入ってるなんつうのね。もう下手したら信じるからね。ですからね、そういうのね、たまたまね、この今、ワクチン打つ派とワクチン打たない派で戦争が起こってるでしょ、で、ワクチン打たない派のね、YouTube でね、面白いのを見つけてね、これね、これ、ディープステートチャンネルって言うんだけど、ワクチン打たない派のね、ダメ人間にとってね、すげえ面白いんですよ、これ。もう、ね、打った人は生粋の方とかね、もうこれ、再生してみては面白いから。っていうか、こんなしょうもない動画上げてんのにさ、3万6000回とか再生されてさ、もうやんなっちゃうよね、ほんとね。こんな2万3400人ですよ、これ。おまけにこれ、高評価多いっていうね。だから、こんだけ結局、なんつうのかな、このワクチン打たない派もいるってことだよね。もうすごいですよ、これ。みんなワクチン打たない派がコメントしてるからもうね。もうすごいんですよ、これ。でもやっぱりこういう打つ打たないにはさ、こういう議論は必要だよね。結局なんていうかな、どっちかが間違っていたとしてもさ、なんていうの？全滅は免れるじゃん。
可能性は限りなくゼロに近いかもしれないけど、ワクチン打たない派が合ってたらどうするんだっていうことになってるからさ。だってそうでしょ、あのなんつーの、やっぱ何、ワクチン打つ派っていうのは何でもかんでも政府の発表を信じてね。えだ、多分そういう人たちがあれでしょ、あのドンキンワン事件とか、へーっつってベトナムって悪い国なんだって言ってね、トンキンワン事件とかね、信じちゃったタイプの子孫ですからね、どうせね。もしくはこれ、こういう内裏証言とか多分信じてた人でしょうね。これだってね、みんなね、ああそうなんだつってみんな信じてたけどね、嘘だったみたいなことでしょ。だからやっぱりさ、こういうトンキンワン事件とかさ、あ、トンキンワン事件知らない人いるかね。ほら、トンキンワン事件つってさ、あのベトナムから最初に撃ってきたんですつって、だからアメリカが攻撃して当たり前なんですつってこうでっち上げたやつね。だから私はこういうやつとかね、こういうやつとかをこの鑑が見た上でね、そしてさらにこういうね、過去の日本政府の対応、こういうのから教訓を得ようつって、得よう得ようつって普段生きててね、さあコロナのワクチンだっていうことになってね、トンキンワン事件とか内裏証言とか、こういう水俣病とかアスベストとか薬害エイズとか鑑が見るに、ワクチン打つのやめとこうつって言ってんのにさ、なんかもうね、ワクチン打て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 ってずーっと言ってくんの、ほんとずーっとよ。こうお風呂入っててさ、ワクチン打たないのーとか言ってね、トイレ入ってても、いつワクチン打つのーつってね、でこういうの説明してもね、またそんなんばっか見てとかね、こういうふうなこと言って金儲けしてんのよこの人たちはつってね、なんだよつってやだよつってんのよ、もうなんで打てないのつって、いつ打つのつって、今空いてるよつって、もうずーっと言ってくんの、ほんと。もうだからね、もうそれを鑑みるとね、あのこのワクチンのこの危険性、ワクチンの危険性とこの打て打て言われる不愉快さ、それがあのワクチンを打つ危険性を上回ってしまったんだね。打て打て言われる不愉快さがあの上回ってしまってね、こないだ打っちゃったんですよ、2発もね。そしたら今日17人だって。ねえ、じゃあ打たなくてよかったじゃんみたいな。ああみたいな。もう本当勘弁してほしいですよね、こういうのね。もういいや、もう礼文今日もまた直撮りでいいや。そんなもん。ねえ。もうなんかね、パスタ頻度、もうパスタに載ってる単語はね、なんか、テンション上がんないんだよね。もう、こすりにこすられ倒してる単語だから、もうほんとね。ほら見て、ほら。China's War Game。China's War Games。Don't face Japan とかね。やっぱり否定形でしょ？もしくはこれ？ And it didn't seem to face him とかね。直接フェーズにはかかってないけど、やっぱり否定形でしょ？ほら。And it didn't seem to face him at all。あと、良さげなのでいくとこれ、Asian financial crisis didn't phase the US economy とかね。これはなんか、このままあれですね。なんか、問題文に出そうですね。ここだけ隠してね。なんだろうつって。ね。これなんかもなんか出そうじゃない ?They don't phase me if they are confronting bum boys かね。bum boys ってなんですか、バンボーイズってなんすか、もうめんどくさい。もう調べてもお手上げだよ、これ。バンボーイズ出てこないよ。これなんかも面白いか？ Critics does not face Donald Trump at all とかね。批判してもトランプはひるまないんだよ、みたいなことでしょ。もうこれなんかもね、いいじゃないですか。US mission to destroy ISIS doesn't face extremists とかね。こんなもんね、なんか。英検の長文のね、タイトルにもありそうじゃん。で、フェーズが分かんないまま読み進めるっていうね。なかなかきついよね、そうなってくるとね。フェーズってなんだろう、フェーズってなんだろうとか思いながら読まないといけながらね。フェーズってなんだろうとか思いながらね。英検一級長いみたいな。長文長いよみたいな。長えよ、女の。もう印象としてね、ああ、長えとか思った瞬間にもうダメだよね、その人はね。やっぱ別に、そんな長いみたいな。だって、
我々が普段 Yahoo ニュースとか読んでるとき長いなっていう感じしないもんね。うん、けどね、やっぱり我々はまだ私の英語力がね、足りないのかね。ああ、めんどくせえが先に出ちゃうもん。うん、うわ、めんどくせえみたいなね。うん、だって Yahoo ニュース見るときこれ別に長いなとは思わないでしょ、うん、全然まあ、さーって読めるじゃん、やっぱり。うん、けどやっぱりね、これが外人見たらね、うわめっちゃ長えみたいなことでしょ、うん、何段落あんだよみたいなことでしょ。俺もうこれ見てね、いや別に普通でしょとか思うけど、長えなと思うもんね、うん、なんかうわとか思うもんね、うん、なんていうかな、あんなわざわざこう1万2000円払って試験する必要ないんじゃない、うん、これ見て長いと思うか思わないかでも英検1級決めりゃいいじゃんねえ、やっぱこれ見てね、うわめんどくせとか思うもんね、うん、そういう人はもう一級じゃないよ、どう考えても。もうだってそもそもさ、あのこれ見て長いなって思わないでしょ、うん、でもやっぱり長えとか思うでしょね、長えよとか思うもんね、うん、COVID's new phase doesn't faze British. COVID's new phase doesn't faze British. COVID's new phase doesn't faze British.概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。